5月、札幌に利尻島の漁師たちが集まって、新しい団体がお披露目された。名前はノースフラッガーズ。PR 動画がこちら。これまで、いわゆる 3K と呼ばれる仕事の一つに数えられてきた漁師。ノースフラッガーズが描く漁師像は、かっこいい、稼げる、革新的。この新しい 3K を前面に打ち出し、漁師のイメージを一新させることを目指す。メンバーは9人、漁師7人と漁協、役場の職員。年齢は28歳から41歳。漁師と漁協、行政が一緒になり組織される団体は全国的にも珍しいという。めちゃめちゃ人見知りなんでかなりしんどいですね。やっぱ個人的に発信するのと団体で発信するっていうのはやっぱり、まあ、力強さが違う。市がちょっとでも有名というかアピールできればいいなと思って参加させていただきました。でそれぞれのやっぱり得意分野っていうのを生かしたチームプレーっていうものがこれからどんどん発揮できるようにしていきたいとは思ってますね。先月末、結成後2回目となる主催イベント、団体のメンバーと島の人たち30人余りが集まった。島の漁師が取った海産物を有名シェフに調理してもらい試食する。メンバーと島民に島の海産物の持つ可能性の高さを体感してもらい、新たな商品やメニューの開発につなげたいという。調理をするのは宮城県石巻の今村正樹さん。ミシュランガイド掲載店のオーナーシェフだ。今日朝刺し網漁に連れてってもらったんですけども、そこで取れた、水ダコ、ホッケですね。でこちらは船上で活締めというか血抜きの処理をさせてもらって。コース料理は11種類、水ダコとホッケのシャブアン、ガヤの煮付けなど、島の宝物に新たな魅力が吹き込まれた。こんな風になるの出したら旦那さんに喜ぶと思いますよ。あ、ホッケってこんな味が出るんだっていう、なんか私の知ってるホッケじゃないっていうのがすごい感動しました。食材の可能性はあるんですよ。あるけどそれを上手に使えてないだけの話で、もっと上手に使えるようにみんなでやっていけたらいいんじゃないかなっていう思いますね。ノースフラッガーズの代表、漁師の小坂さん。すごい勉強になりましたね。やっぱりこうやってうちらが普段食べてる食材がやっぱり本当一流の料理人さんに料理してもらうと、ここまでやっぱりポテンシャルがもっと上がるんだなっていうのが分かったんで、そのかっこいい、稼げる、革新的という、それになれると思います。一生懸命頑張ると。よー、今夜ノースフラッガーズは観光客との交流やイメージ動画を配信。札幌や東京でのイベントで水産物の魅力を売り込むなど、さらに活動を本格化させる予定だ。